ーションとレールはそろそろ全部修復できているな。よし、次はレールの中枢部に行ってみるとしよう。すぐそこだ。それほど大きくない感じがしてきた。これってとっても大事な装置なんだよね。クレ、ガイアお兄ちゃんのお話覚えてるよ。似た話から他のことを推測できるなんて、クレは本当に賢いな。そうですね。こちらはおそらく回転軸を利用して軌道を切り替えるための装置でしょう。そうだ、本来ならこの装置に触れさえすれば中枢部が回ってくれるはずなんだが、ふん、どうやらジェローニのやつまだ修理できてなかったらしいな。まったく、口だけは立派なやつだ。そのジェローニさんという方がフェルディナンドさんの兄弟のうちのお一人なのですね。そうなんだ、俺はステーションのレールから直していくべきじゃないかって言ったんだが、あいつが堅くなに中枢部から修理すべきっていうもんだから。まったく、ここにあるのはステーションと中枢部の2つ。今回は俺が先にレール。ほう、おー、やっぱりお前は人を見る目があるな。足をしただけでムカついてきた。砂嵐の中にいた時も同じで、俺が東に行くって言ったらあいつは西に行くって言い出しやがった。砂嵐？その後どうなったんだ？その後俺たちは己の選んだ方向に行ったんだ。だが結局お互い砂まみれになっちまったさ。心境に招き入れら。ったく、中枢部をもう一度起動することさえできたら全てがうまくいっていただろうに。おっと、そこで頭を抱えてるのはどこのどいつだ？言ったはずだろ、ちびっ子たちにはまず中枢部を修理してもらって、そしたら車両を作って中枢部から。って君、どうしてここに？答えはお前の目の前にあると思うが。ふーん、そういう君は自分一人で一体何ができるっていう。それを言うならお前の方こそ、ここで長いことこそこそ独り言を言ってたようだが。兄弟というのは誰のこと？ジェローニ、お前。まあいい、君と喧嘩してる暇。フェルディナンドさんもどうか落ち着いてください。要件を終えてから話す時間はたくさんあります。わかったよ。お見苦しいところを見せてしまった。僕はジェローニ、
このエリアのメンテナンスを担当する者のうちの一人だ。レールの修理は君たちのおかげだったんだね。ジェローニさん、気を使わないでください。私たちはイディアさんに頼まれて神橋の修復に来たのです。なるほど、フェルディナンドと君たちが乗り物をここまで持ってきてくれたからには、次は水系元霊の力。へえ、また水系元霊か。なんかもちろん、この中枢部だけでなく、ここの全てはあの子たちのおかげで。よし、これでレールの大半と中枢部は直せたってことだな。誰のおかげだと思ってるんだ。もちろん旅の人たちのおかげに。お前、いずれにしてもお前、毎回あれこれ分析してペラペラと喋る割に。いやいや、君ほどでもないよ。いつも考えるより先に衝動で数々の。ハットといえば、あいつはどこだ。君と一緒じゃなかったのか。朝早く出かけたから。君ってやつは出かける前に確認することすら。何なんだよ、お前だってあいつに気づいてな。うー、クレイ。クレイ、わかんないよ。誰も悪いことしていないのにどうして喧嘩するの。俺はただ知ったかぶりだって。毎回二人ともそこら辺にしといてくれないか。どうしても自分の口をコントロールできないって言うなら場所を変えることをおすすめするぜ。それとも頭を冷やすのに俺の助けが必要か。さあついてきてくれ。俺から少々アドバイスがある。クレイさんの質問についてですが、この世には理屈で説明できない複雑な状況がたくさん存在するのです。私はあくまで通りすがりの旅の者に過ぎませんので、お二人の紛争を軽率に評価するつもりはないのですが、その上で個人的な経験からお話ししますと、親族関係の関わる対立というのはより複雑なものになってしまう傾向があります。あ、そういえばここみもこういうの苦手だったよな。でもクレイはやっぱり違うと思うの。クレイ、なんて言えばいいかわからない。すまなかったね、冷静になったよ。子供の前で喧嘩なんかするんじゃなかった。悪かったな、クレイの嬢ちゃん。さて話を戻そう。ハッドさんを探すってことだったな。うん、僕たちの推測だけど、先ほど僕たちがいた中枢部から出発して。悪いが、もう一度俺たちを手伝っちゃくれないか。それはも兄弟のくせに、なんでこんなことになってるんだよ。兄弟っていうのはもっと親しい関係のはずだろう。